皆さんこんにちは。12月15日に JR 各社が来年3月に実施するダイヤ改正の概要を発表しました。その中で気になった話題がいくつかあったので取り上げたいと思います。今回は首都圏の普通列車グリーン車の料金改定についてです。来年3月のダイヤ改正と同時に首都圏の普通列車グリーン車の料金が改定になるという発表もありました。首都圏の上野東京ライン、湘南新宿ライン、横須賀線などに連結されている普通列車グリーン車、平日は事前料金で50キロ未満が780円、50キロ以上が1000円、土曜休日は同じく50キロ未満が580円、50キロ以上が800円となっており、車内で購入すると260円高くなります。しばらくこの料金体系で来ていましたが、今度の3月の改正からこちらのように改定になります。まずはこれまで平日と土曜休日で分かれていた料金体系から、曜日の区別がなくなります。そして事前購入か車内購入かで分けられていた料金の差が、スイカグリーン料金と駅の券売機などで購入する紙の切符で料金に差をつける形に変更になっています。紙の切符だとスイカグリーン券より260円高くなります。車内で買う場合は今まで通り260円高いということでしょう。要は検察が必要か否かというのが料金の基準になったということですね。50キロ未満の乗車時には少し値下げになります。グリーン車の料金体系はこれまで乗車距離が50キロ未満と51キロ以上の2種類でしたが、今回の改正から新たに101キロ以上の料金が追加されました。追加料金は1550円となります。これによって乗車距離が101キロ以上の区間はグリーン料金が約 1.5 倍の大幅な値上げになります。上野東京ライン系統だとこれによって100キロを超える。東京から高崎、東京から宇都宮、東京から熱海は大幅な値上げの対象になってしまいます。51キロ以上はどこまで乗っても1000円平日ということで、長い距離を乗る際には特急と比べてバリアス感のあったグリーン車ですが、101キロ以上の料金が設定されたことでバリアス感もなくなってしまいました。むしろ特急の指定席の方が料金がお得なケースもあります。通常の特急料金だと普通列車グリーン車の方が少し安いですが、駅ネットによるチケットレス料金だと特急料金は100円引きになるので、チケットレスを使うと特急の普通車指定席の方が安くなります。東京から熱海は踊り子号があればそちらの方がお得ということです。上記の特急料金に関しては次の改正で千葉エリアの特急にも設定され、成田空港まで利用しない場合の成田エクスプレスも加わります。京葉、京浜間は成田エクスプレスを利用する選択肢も取りやすくなります。さらに東京から熱海の場合は東海道新幹線も自由席が1760円です。たったの210円しか変わりませんし、紙の切符の場合1810円と新幹線より高くなります。青春18切符利用の時にしか東京から熱海の移動時にグリーン車を使うメリットがなくなります。高崎線、宇都宮線では唯一の新宿への直通手段、湘南新宿ラインが人気です。新幹線は東海道新幹線に比べて高く、新宿方面へは大宮で乗り換えが必要なのでグリーン車に乗る人は結構いるようですが、新宿まではそれぞれ100キロを超えますので影響が出る人も多いでしょう。ただし JRE ポイント利用での乗車の場合はこれまで通り距離に関係なく600ポイントで乗車できるということです。今回101キロ以上の料金体系を新たに設定したのはなぜなのでしょう。これは将来的に中央線のグリーン車サービスが始まることも見据えているのではとも考えられます。
現在のグリーン車が運転されているエリアはこちらです。現在も東海道線常磐線、東海道線総武快速線というように、同一方向に進む際に乗車距離を引き継いで、グリーン車を一枚の券で乗り継ぐことができる区間がありますが、中央線のグリーン車サービスが始まった時に、上野東京ライン、湘南新宿ライン、総武快速線と中央線と乗り継ぐことができるようにするのではないでしょうか。これまでの二分割の料金体系のままだと、両線の乗り継ぎは多分設定されないと思っていたのですが、三分割の体系になれば、乗り継ぎ乗車も設定がしやすくなると思います。これまでは、基本的に同じ方向へ進むことを前提に、グリーン料金も設定されていたでしょうが、中央線も加わると利用パターンも多様化すると思います。2本の列車乗り継ぎも前提とした101キロ以上の料金設定ならば納得です。そうなったら中央線ユーザーにとってはすごく都合がいいですよね。ということで、普通列車グリーン車の料金改定の話題をお送りしました。今回の改定の目的は100キロ以上の料金を設定して特急利用との遠近分離を図りたいということなのかもしれないですが、中央線のサービス開始も先に控える中、乗り継ぎバリエーションの拡大にもぜひ踏み込んでいってほしいなと個人的には願っています。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。